はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。不動優勢です。さあ、本日なんですが、クソデッキのご紹介となっておりまして、クソデッキというか、ネタデッキですね、今回は。シンクロクレイドっていうこの謎カードが実装されたことによって、またちょっと強化を受けた謎デッキをご紹介していきたいんですけども、このカードどういうカードかっていうと、フィールド上にシンクロモンスターが存在する場合に1枚ドローできますよという効果と、あとシンクロモンスターが3体以上いる場合はさらに1枚ドロー、要は強欲なツボですね。シンクロモンスターが、3体いれば強欲なツボができるということなんですけども、これを採用したアルティメットドロー型エクゾディアデッキですハイパーライブラリアンっていうモンスターがそのシンクロモンスターが出るたびにドローできるっていう、名称指定の対象がないカード、対象がない効果が発動できますんで、ライブラリアンを置いておきながらめっちゃシンクロすることによってめっちゃドローできるっていうコンボがあるんですけど、これを使ってね、デッキの中のカード全部掘ります。全部掘って、エクゾディア構えていきたいというふうに思ってます。ちょっと動かし方独特なので、実際にご覧いただければと思いますんでやっていきましょう。デュエルスタンバイ。ネタデッキだな。お友達となんか遊ぶとき一発屋みたいなのでちょっと面白デッキ持ってきてくれよみたいな、そういうときに引っ張り出してくるのがいいんじゃねえかなと思うけどね。このデッキはちょっとさすがに誘発決まりすぎて全然決まらねえや。さすがにしょうがねえな。エクストラデッキもさ、このデッキさドローに全振りしてるからさ、なんかじゃあ展開通んなかったから制圧型に切り替えるわとかできないんですよね。だからめちゃくちゃドローに寄せてるんで、このデッキをね。だから要は基本的にエクストラデッキに強いモンスターが基本的に入ってないので、基本的には一切。ジャンクスピーダーは強いんだけど、一応。だからシンクロモンスターはいっぱい出てくるけど、その後に出てくるシンクロモンスターが本当別にハンデスをするわけでもなければ、制圧するわけでもなくて、基本的に全部ドローするだけっていう、そういうギミックになってますんでね一発屋デッキだからいけるぞこれいけるかもしれん。これはいける。スターラストシンクロンの効果発動。うおよし、これは分からせることができそうだ。アクセルシンクロの効果を発動します。ちなみにシンクロンはいろんな型があってね、とてもね、組み方いろいろあるんですけど、結構要は、ロマン型めちゃくちゃ優勢の、S モンスターいっぱい出す方と、あと、ある程度現実的にね、なんかハンデスとかを狙っていく方とかがあって、ハンデス型結構強いので、ちょっとトルシューラもね解除されたっていうのもあって、ちょっと今度ハンデス型の勇者シンクロンもうちょっとね動画にしていこうかなというふうには思っているんですが、とりあえず一旦、ライブラリアンの、シンクロ召喚が成立した後にシンクロをいっぱいすることによってめちゃくちゃドローをしていきます。はい、で、ライブラリアンの効果はシンクロモンスターが、シンクロ召喚されたら1枚ドローするよという効果が強制で発動するので、これを一生使っていくことによってめっちゃドロー、僕耐えてないんですけど、これを使ってめっちゃドローしてドロー加速していくっていう、そういうねギミックになってます。で、デッキの中のカードをめっちゃ掘っていくという感じですね。ドローをしまくって。さあ、シンクロオーバートップという謎のカード、これいつもフィールドマークを持ってきてるんですけど、シンクロワードっていうね。はい、とりあえず、財宝狩りの悪魔を発動していきましょう。財狩りして、リアベルで、とりあえず一旦パワーツール出しに行きますか。で、パワーツ出しに行きまして、よいしょ。で、パワーツールと、のドローでさらにパワーツールの効果発動して、妖刀竹光を3枚見せまして、で相手にこれ見せますよと、で相手が選んでそれを1枚手札に加える。で、ジェットシンクロンの効果発動、妖刀竹光を、墓地に送りながら特殊召喚、非常に無駄がないよね。で、妖刀竹光の効果によって、小金の竹光を持ってくる。で、チューナーモンスターを出したいので、これでライフストリーム出しまして、よいしょ。で、さらにワンドロー、ライフストリームはライフ4000にするみたいな、やべ、腕きた。ライフ4000にするみたいな効果なんですけど、これは別に使っても使ってもどっちもいいですね。で、これで、ここマジでなんでもいいんだけど、レッドのデモンズラン、これクリスタルウィング、シンクロドラゴンとかした方がいいから、一応。ロマンに寄せてっけど。でですね、スターラストシンクロの効果を発動してレッドデーモンズリリースして特殊召喚、で、アサルトシンクロの効果発動、アサルトの効果によってレッドデモンドラゴンが蘇生される。レッドデモンドラゴン爆誕で、ディアベルちゃんの効果を起動しまして、これはまあ適当になんかどうでもいいカードを墓地を送りまして、特殊召喚して、現在法をセットしに行きます。はい、まあ、これだからあれだな、これ先やっとけよかったな、俺デッキ圧縮でいくから。で、現在法スネークアイの効果を起動、黒魔女ディアベルスターさんをリリースして、ジェットシンクロン出しで、ここでパワーツール出していく。あ、これ引けなくてもちなみにね、一応ねレボリューションシンクロン使ったら同じような動きできるんですけど、レボリューションシンクロンちょっとデッキとか送っちゃうんですよ、あの墓地に。それでエクゾデアパーツが落ちる危険性があって、まあ、できればこのディアベルスターとか、ディアベルスターから入ってる時って召喚機使ってないで、素引きのジェットシンクロンとかを召喚して、まあ、同じようなことすれば OK です。はい、あーいいね、シンクロクリード来たよ。シンクロクリード来ました。シンクロクリード結構強くてさ、これ新しい新規実装された謎のカードなんですけど、これシンクロモンスターが3体以上いるとなんか2枚ドローできるみたいなカードなんですよね。で、妖刀先生持ち送って、でさらに、黄金色を回収していく。でこれで今、デッキのカード6枚ドロー確定な。で一旦ちょっとアクセルシンクロをスタートしに行くか。ああこれ使えるのね。でこことここでアクセルシンクロつって、よいしょ。でこうか、でこうか。これね、ひたすらに泥加速してるだけなんですよ。これ盤面見てもらったら分かるけど、これ全然強くないでしょ全然強くないでしょびっくりするぐらい強くないでしょ。だからね、盤面強くしようと思ってもあんま強くなんないんだよね、これ。エクスタ的はここなんだから。ほんで、フォーメラシンクロンが出てきて、でさらにここでフォーメラシンクロンと、ライブラリアンのこのアルティメットドローね、これ。ああ、圧倒的ドロー。はい、でドローいいよ、非常にいい。あと10枚ね、まあ、とりあえずこれここでシンクロクリード打つか。新規カード打つだ。シンクロクリードを発動。シンクロクリードによってカードを2枚ドロー。うわうわで、ですね、どうしようとりあえず1回シンクロしに行くか。うわレベル5のハイバライブライダーにレベル2フォーメラシンクロンをチューニング。冷たい炎が道路5のブラックローズドラゴン、ブラックローズドラゴンの効果発動。シンクロ召喚に成功した場合フィールドのモンスターを全部破するが、ライフストリームの効果によってライフストリームは耐えることができるぜ。ババババー。よし、そしてシンクロオーバートップ発動。自分のお家からレベル7、8のドラゴン族モンスターを特殊召喚。おー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 かっこいいかっこいい、おかっこいい、めっちゃかっこいい。はい、でいっぱい出てきましたよと。ちょっとアクセルシンクロスターラストかぶってるけどごめんね。でこれ特殊化したモンスターで全部レベル1になるよみたいな効果ですね。で、ホイールシンクロンの効果を発動。ホイールシンクロンの効果によってライフストームドラゴンのレベルを3つ下げさせてもらうぜ。そしてドラゴン族モンスター4体に、レベル5のライフストリームドラゴンをチューニング。うわリミットオーバーアクセルシンクロー進化の光気が狂いわけです。え誰効果発動。うお4枚ドローそして妖刀竹光をアーケティン装備。そしてコカネロの効果発動。カードを2枚ドロー。キュイー。そしてコカネロ、あーちょっと揃っちゃった。そういうこと。これがアルティメット新記録だ。封印を特物デッキ対戦ありがとうございました。リミットオーバーアクセルシンクロでアーキーするの意味わかんなすぎだろ。これさめちゃくちゃどうでもいいことなんですけど、まあ、プレイヤー名いつも僕撮影するときなんかそのデッキの内容みたいなちょっと匂わせみたいな感じで変えてるんですよ、名前を。あ増字はいすいませんでした。もう突っ込します。これ G っていう字と「い」の間にスペース入ってるの分かります？これね、なんでかっていうとね、なんか G 行為の G だと思ってなんか好みがね、なんかね禁止ワードに指定してるんですね。差別用語だかそのエロ系の用語とか、なんか好みってすごいなんだろうな、審査が厳しくて使えない名前みたいなのめっちゃあるんですよねこれ豆知識なんだけど、なんかね、コナミ君なんか禁止ワード指定めちゃくちゃ細かくて、なんか結構つかない。差別用語とか入ってた、ティアラメンズっていう言葉つかないからね、なんかちょっと、間になんかその、差別用語みたいなのが入っちゃってるとかいうのが判定になって、ティアラメンズって名前つけようと思ったら使えないっていうね、そういうこともあります、たまに。ちなみにこれ、レベル1チューナー引けないとやばいです。ここの色の竹水の効果発動したいです。レベル1チューナー来た、実質。実質レベル1チューナー来た。実質レベル1チューナー来た。はい。これ、妖刀をね、墓地に送って、サーチ入れながらいけるんで、これまあまあ強いですよ。ですね、妖刀のを墓地に送りつつ、ディアベルちゃん出しまして、で、ですね、ディアベルちゃんの効果と妖刀の効果が発動。ちなみに無敵スピーダーとかやってると、ちょっとなんかルートがごちゃごちゃになるんで、無敵スピーダーとかはちょっとできないんですけど、無限保養って言われたら、速攻で畳みます。はい。現在法スネークアイ発動。さあ、ディアベルスターを墓地に送って、そして、ジェットシンクロを特殊召喚。これね、本当はね、アクセルシンクロって言ってからさ、無敵スピーダーみたいなことできればいいんだけどさ、それやると、ちょっとよくわからないことが起きるので、展開がちょっとよくわかってないので、まあ、できそうですけどね、ちなみに。はい。皆様よかったら考えてみてください。なんかなんか通ったな、普通にこれ。効果通ったわ。来たわ。効果通った、ワンチャンある。まあ、ちなみに無効系モンスターがほぼ出ないから、この後の誘発もまあまあきついんですけどね。はい。お、これガチでこれいけるぞ、これなんか。相手なんかすげえ引いてきたけど、全然誘発飛んでこねえぞ、これ。マジかよ。増人とかしか入ってないとか、そういうこと?これ何これ、このデッキ。いけそうなんかいけそうなんだけど、これディスパテルいくじゃないですか。もうなんかもうここまで来るともう全部取るんじゃないかって気がしてきて、いや別にめちゃくちゃ引かしたところで、てか相手のこれあれさ、ワンチャンデッキアウトするんじゃないか疑惑もあるけどな、もはや。いやこれマジでいけるぞ、これマジでいける。これさ、あとさこうするじゃないですか。でこれあと何枚、あと7、これで5でしょ。これいけるわ、いける、マジでいける、マジでいけるぞ。あと1枚だから本体引いたら勝ちだもんね、これ。いやこれ勝ったわ、これいける、マジでマジでいける。ちょっと1回盤面邪魔だから1回かわすからいけないな。レベル2チューナーを特殊召喚させてもろて、はい、ちょっと待って、ちょっとここで無限保養とかマジで引かないでね。いやチェーンないんだよね、相手全然。マジでデッキの中に増人とかしか入ってないみたいなデッキかもしれん、これで。ブラックローズするじゃないですか。でブラックローズドラゴンの効果でフィールドのモンスター全部一歩するんですよね。でここでお掃除すると、で、ライフストリームドラゴンの効果発動して、破壊耐性付与してるんで実質ね。でここでまあ耐えますよと。でここでリミットオーバーアクセルシンクロしに行くから、シンクロワト発動。いやこれでこれマジ通ったらいきます。あとは通ったらいきますマジで1 あでもこれ5枚ドローじゃないからね、これ1枚ドローか。こうしてでこうしてで、レベル下げて、これ5枚ドローできるんで、気学流アークリスの5枚ドロー見せてあげましょう。いきますよ。相手のデッキも残り9枚なの、草俺のデッキも5枚で相手の残りデッキは9枚なの、草。レベル4下げる。うわアクセルシンクロ、スタースドラゴンとレッドデーモンドラゴンとブラックローズドラゴンとアクセルシンクロにライフストームドラゴンもチューニング。うわリミットオーバーアクセルシンクロー、進化の光気学流アーケです。はっどういうこと。